どうも、やっと風呂入ってきました。やっと風呂入ってきたよ。あ、風船どうも。いや、また朝倉未来とかの動画見てた。目黒にあるあのジョイントっていうなんか山田さんのバーハンバーガー屋さん、めちゃめちゃ美味しそうやな。吉田くんとかが普通に行ってたけど、あそこのハンバーガーめちゃめちゃ美味しそうなんだけど、いや俺食ってみたかったんだよね、一回。なんか、ハンバーガーといえばやっぱ本場ってアメリカじゃないですか。ちゃんとなんかアメリカの本場っぽいハンバーガーってね、食ってみたいなと思って。ハンバーガーってさ、まあマックとかで食えるけど、あれってなんかもう完全ジャンクフードっていうか、なんかなんていうの、本場のアメリカ風ではないじゃないですか。本当に本場のアメリカ風のなんかボリュームがあってでかいみたいな、食ってみたいなみたいな。あ、ピノサーダス、あ、ボーナスタイム入っちゃった。ボーナスタイム。あ、ボーナス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 。暑い。あそこのハンバーガー食ってみたいな。まあ他にもね、なんか本当の本場のアメリカのバーガー屋みたいなのがどっかあれば行きたいね。食べてみたいですね。あ、ピノさん、イルミネーションバラダス4ポイントボーナス。いやー、暑いな。風呂入ってきたら暑いぜ。あ、トニーちゃんさん、イルミネーション4ポイントボーナス。あざっす。風呂入ってきたぜよ。まあ特にやることないんすけどね、枠つけても。やることナッシングなんですが。あ、ボーナスタイム終わっちゃった。
何気に良いだな。あ、で、サーダス、バールーンのやつどうも。ファンタスティックって何ですか？アイテムの各アイテムの上限まで投げることですよ。まとめ投げできるんですけど、各有料課金アイテムは上限、その1回のまとめ投げができるんですけど、それの1回のまとめ投げの上限投げがファンタスティックなんです。アダス、ジェイさん、タンタンタヌキさん、アダス。小じき活動、いや小じき活動もきついっすね。小じき活動もきついっすよ。精神的にっていうか、まああとね、ほんと投げられればいいけどね。最近もうあんま投げなくなってきたし、働くのとどっちがきつい？いやー、働く方が俺的にはきついけど、でも世の中には働く方が楽って人もいると思うよ、マジで。結構精神的にきつい部分もあるからね、本当に。もう来るか分かんないもの待つとかさ。まああと、ああだこうだ言われたりとかさ。まああと、嫌がらせみたいなされることもあるし。実際、本当にそこまで楽でもないんですよね。こじきやっても、ネットこじきやっても。まあ、楽に稼げちゃってる人も多分いると思うけど、まあ例えばなんだけど、住所とかバレてなくて、まあ、要するに住所とか個人情報漏れてなかったら、まあ、嫌がらせっちゃ嫌がらせできないじゃん。その人たちに嫌がらせしたいってなったら、もうそのネット上で誹謗中傷するぐらいしかないじゃん。俺の場合ガチでなんか嫌がらせされる時あるし、そうそうそう。で、あとはなんかこう、それで言ってそういう個人情報とか漏れてないで、プラスなんかこう投げる人ついちゃえば、まあ結構楽に稼げる人もいるんだろうけど、そうだね。まあ普通の仕事よりかは楽に稼げちゃう人はいると思いますよ、全然。そうですね。なんでそんなにされるの？いやだ、もう本当に嫌がらせっていうのはもう純粋にだからその人が、その人の人間性に問題があるだけだからね。人間性に問題がある人に粘着されたらそうなるのよ。ただそれだけよ。そりゃそうじゃない。だって普通にさ、じゃあ例えばさ、じゃあまあ通り魔とかもいるわけじゃん、世の中。通り魔で刺された人って なんでそんな人に刺されたのって言ったら、まあ人間性にね、問題がある人にたまたま目についただけで、それと一緒ですよ。通り魔に刺されるのもそうじゃない。例えば俺の配信で、まあたまたま見て、ではこいつなんとなくムカつくから粘着してやろうって思ったら、まあもうそれで成立しちゃうわけですからね。もうまあ要するに嫌がらせが、
まあ人に粘着してるやつらがさ、人に粘着してやがせしてるやつらが正当化されるわけではないですから。なんかそうなんですよね。なんか、なんだろう、本当に配信者でさ、アトニーさん、配信者で、まあ、やべえやつとかいっぱいいると思うんだけど、配信者自体にやっぱ人間性が問題ある人って多分いっぱいいると思うんですよ。むしろそういう人の方が目立つし、ネット上ではね。そういう人にじゃあ粘着しようってなっても、これって別に、なんだろう、まあ、やられても仕方ないよねとか思う人もいるかもしれんけど、でもかといって、その粘着してるやつの、なんか嫌がらせを正当化するわけではない。結局お前もやってるじゃんって話だから。そう。結局そうじゃない。人を殴り、ね、人に殴られたから殴り返しました。これって正当防衛になんないですから。両方とも結局、暴行罪になりますからね。あくまで自分を守るために仕方なくっていう、そこの正当性が認められた時に初めて正当防衛として認められるわけで。別に殴られたからムカついて殴り返した。つまりは自分を守るためじゃなく、相手のことを殴られてムカついたからカッとなって殴ったって、これは正当防衛って成立しないじゃないですか。それと一緒ですよ。殴ったから殴られたです。で、殴り返してきた相手が別にその罪にならないってわけじゃないですから。殴ってきた相手を止めるために、まあ、自分を守るために仕方なく、やむなく殴り返して相手をひるませて、その間にこう警察通報するとか、そういうね、ちゃんとした状況が揃わないと正当防衛っていうのは成立しないじゃん。それと一緒っすよ。それが実際の暴力になるか、言葉の暴力になるかの違いっていうかさ、まあ、あとは嫌がらせとかもそうだと思うんですけど。いや、暑いね。風呂入ってきた、暑くなっちゃったよ。やることね。 やることないっすね。
旅行者の皆様へ、沐浴で静かにゆったり、いい湯だな。飽きてきたな、これも。あ、クマさんです。いやきついな、これは。
ハイクラス転職狙うなら JAC だ。JAC。これ何なのこいつの、ムカつくなこれ。今 YouTube 検索したらさ、こんなが出てきたんだけど。なんかさ、今日なんかふわっちのなんか俺んち買ってきたんだよね、アポなしで。なんか配信してる人らしいんだけど、リア突した女性生主が精神崩壊とか、最強の赤信号アンチとかなんとかって書いて、まるで俺が悪いように書かれてる。これムカつくんだけど、なんで俺がさ勝手に来られたのに俺が悪者にされなきゃいけない。ムカつくんだけど、これマジで。で、勝手に来るやつなんか迷惑だからね、はっきり言うけど、うん、全くアポとかも一切なしで勝手に来られて、誰って感じで、こっちは誰ですかって感じで、そもそもこれ勝手に来てるやつが迷惑なだけで、で、なんで俺は勝手に来られて俺が悪いみたいな風なイメージ操作されなきゃいけないのみたいな。ムカつくなこういうの本当に。頭来ないですか。いやいや、俺被害者でしょみたいな、アポなしで勝手に家来られて、こっちむしろ被害者なのに、なんでそれで勝手に来られたやつが悪く言われなきゃいけないのっていうさ、ムカつくねこういうの。バカなんじゃないの、死ねえよマジで。まあそもそもさ、なんか住所分かっててもさ、アポなしで勝手になんか配信つけながら行こうってやつの精神やばない結構。なんかそこの境目できてない人っていうかさ、いい大人なんだからさ、何歳だか知らないけどさ、わかんない女が来たね今日。全く知らなかったけど、つうかあれだよね、なんかさ勝手に来るやつってさ、自分がもし住所バレた場合さ、勝手に来たやつ受け入れろよって話だよね。自分も同じことやってんだからさ、勝手に家に行くやつは仮に自分が住所バレてもちゃんと受け入れろよっていう、まあ自分がやってるってことは、自分がやったことは別に他人されてもいいってことだからさ、それぐらいの覚悟がないと、家、人ん家に勝手に行ってよくないと思う。もし自分が家バレとかした時に勝手に突されても文句言うなよっていう。ハイデーだね、可愛い女の子だったら全然いいんだけど、来てもらってもさ。あの、誰だこの女と思って、で胸見たらぺっちゃんこだったんで、ああもうこいつはいいやと思って。まあでもまあ別に来んなよっていうのもなんかかわいそうだし、女の子だからまあ別に普通に対応したけど、
回でだったらもう全然大歓迎ですけど。まあ別にカイレーじゃなくても顔が究極可愛かったらいいですけどね。顔が究極可愛かった。ただパレルとかね、パレルだって多分 D カップぐらいなんで、パレル超可愛いんでね。つやげきか、つやげきましょう。